沢淳です。ファイティングラボ大宮店です。4年ほど前になります。もともとはフィットネスで、ちょっと運動不足を解消したいなっていうのが目的でした。キックボクシングとかに興味はあったんですけど、ちょっと怖いなとかそういうイメージがあったので、実際体験行ってみてすごい気軽に楽しくできたので、入会して続けたいなと思いました。一番初めは多分すごい褒めてもらったので、それで僕もちょっと気分が良くなったのが一番大きかったかなと思います。入会した時は84キロ、おで今は59キロです。もうそれから何もしなくてもそんな。そうですね、食事も、暴飲暴食はしないようにはしてますけど、基本的にはもう運動と運動のみですね。やっぱりその、スパーリングとかやっていく上で、実際本当に、試合ってなった時に、やっぱりテレビで見てたような格闘技の選手のようと同じような舞台、全然もっと小さい舞台ですけど、同じような心境でやってみたいなと思ったのが一番初めです。初めての試合、実際やってみていかがでした？もうあんまり覚えてないんですけど、本当めちゃめちゃ怖かったです。結果はどうだったんですか？結果判定で勝ちました。何ですか？2試合目の時は、距離が近くなりやすい試合運びが多い傾向にあったので、取り方ファイトが、そこの近くなった時に、膝蹴りを合わせて出すとか、そういう距離感の部分を、特に意識はしてました。結果は判定勝ちでした。はい、やっぱ気持ちの面が一番大事なのかなと思います。そうですね、やっぱ今まではその問い勝内の問い勝ファイトに出てたんで、対外試合、外の試合で、本当に他のジムできっちり練習してる選手をやってみようということで出場を決めました。試合中はもうあんまり覚えてないんですけど、やっぱり練習でやってきた、自分で前に出て自分から手出して、僕はミドルが得意なので、それを的確に当てていくっていうことを思ってやってたので、少しはできたかなと思ってます。これも判定です。何対何？3対0の判定勝ちでした。はい、僕も今の体重まで多分1年半ぐらいかかってこの体重になっているんですけど、たまにはちょっと息抜きで暴飲暴食をする時もあったんですけど、やっぱ運動自体は継続してずっと続けてることで、自然に体重とかも落ちてくるので、ちゃんとジムに来て体を動かすことが大事なのかなと思います。本格 S です。